ました。福岡クロカン中学男子のリレーが各チームの出場でスタートしております。8km の表彰を終わります。
続いてシニアの部、栄えある優勝は名城大学、和田優奈、加世田理香、高松智美選手の対決です。おめでとうございます。シニア女子8キロの団体表彰です。大きな拍手をお願いします。それでは以上をもちまして、シニア女子8キロ団体の表彰を終わります。第3走者が現在走っております。先頭は福岡県曽根 A、 41、先頭は5キロを15分12秒で通過をしております。現在カメルヒルズの2個目のコブを通過しているところです。
時5分から福岡クロカン中学女子の部が行われます。このレースには74チームが出場します。全国中学駅伝にも出場した有力校もエントリーをしています。地元福岡浅川中学校は全国高校中学駅伝は第3位、そして熊本山田中学校は第5位、三原第5位中学校は第7位と8位入賞チームが3チーム、この選手たちがこの後のレースに出場します。浅川中学校の小田選手1区の区間賞、そして最優秀選手賞も受賞しました。山形中尾形選手は第5区の区間賞、三原第5中森保選手は1区の区間賞と、区間賞獲得の3名がこの後第1走者として出場します。15時5分、福岡クロカン中学女子の部、西さんです。